は銀行カードの皆さん準備大変です。今回の動画では、NIP 二期さんの実験も皆さんと一緒に見てみたいと思いますよ。皆さん、二期さんって実験部の王子の中で一人じゃないですか。私が思う実験部の王子、二人。翔太郎さん、二期さん。なので、私個人的に二期さんの実験部大好きなので、皆さんと一緒に見てみて、これを見てから海外の反応とか韓国の反応も皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。じゃあ、お願いします。せーの、レッツゴー。おー、かっこいい。今回のコンセプト本当に私お気に入りです。誰が聞いた？おお、本当に身長も高くてかっこいい。ニキさん、おお、かっこいい。マジで長い。ニキさん本当にもう男だ。うわうわ、やばい。本当なんか踊るときめちゃかっこいいですよね、ニキさんって。え、ミュービーの中より、これが元かっこいい。普通に。ソンさんもかっこいい。でもニキさんの指揮者なのに、ソンさんは元見える。あ、かっこいい。チケムなのに、なんかチケムってあんま感じないのは私だけですか？あんまり見えないや。もちろんみんな好きですけど、他のメンバーはもっと見えるんですけど、これニキさんのチケム？見えない見えない。キスンさんも好きですけど。おお、出た出た、ラップ。今回の韓国語ラップめっちゃいいですよ、皆さん本当に。うわ、なんかダンスのラインがなんかジョングクさんみたい。かっこいい。ニキさんって本当にこの NIP の中でももうビジュアルメンバーって言いますよね。正直みんなビジュアルメンバーですけど、もちろんかっこいい。ほんと、力の調節するあれがめちゃ違いますよね、ニキさん。おお、ニキさん本当にもっとかっこよくなった。本当に。もう終わった？早すぎ？うわー、ニキさん本当に男になっとる。かっこいい。皆さんもなんか皆さんのコメントの中でニキさんのパートはちょっとラップのパートもちろんいいですけど、なんかパートが少ないみたいな、そういう反応結構ありましたよね、皆さんのコメントからしたら。ありがとうございます。とにかくここでのコメントを私がちょっと拾って皆さんに読ませていただきといただきたいと思いますけど、まずこういうコメントがありましたね。いや、ダンスが一番上手い子をなんで一番後ろに立たせるの、本当に理解できないなっていうコメントがありましたけど、確かにこれ見て感じたのは、リキさんってあんま見えないんですよ。これ実験なのに、実験でこんな見えないとフルバージョンでよく見えるはずがないですよね、さすがに。だから、どういうこと？なんで？ってなるんですよね。まず次のコメント。あ、これはちょっと長いですね。リキのダンスはアイドルの中で本当にトップクラスだと思うし、こんなメンバー探すのも難しいと思うのに、ハイブはなんでこういうニキをなんか出せないか。そしてハイブはファンのニーズの把握ができてないなっていう。そして外国のファンをもっと集めたいなら、ニキのパートをもっと増やした方がいいし、踊る時でももっと見えるようにポジションをなんかした方がいい。そしてなんかステージでなんか
見えるのはもうそうだとしてもチケムでも全然見えてないじゃんっていうコメントはここに書いてますけど、確かに私は今チケムを見ましたけど本当にもうあんまり見えなかったですよね。もちろん見えたりしますけど、チケムなのに、なんか隠れて、なんか隠られてちょっとあんまり見えない、そういうのもありまして、確かにちょっと理解できますよね、今までコメント。この次のコメントでは、センターまでは望んでないけどお願いだからもう見えないのはちょっとやめてほしい、だから見えるようにしてほしいってことですよね。だからもう両こうやってサイドでも立たせて、チケムでよく見えるようにしてみたいな、カモはするためにこうだからステージは見ないでチケムだけ見るけど、チケムでもこうやって なんか見えないからちょっとムカつくって、ダンスが一番上手いメンバーをこうやって端っこに立たせるグループはエナイ君が唯一だと思うって。確かにこういうコメント読んでみて考えてみたら確かにそうですよね。私って本当にほぼ全てのグループ全体的に好きなのでこういう感覚があんまないんですけど、よく考えてみると確かにってなるんですよ。今毎回感じるけど、タイトル曲で日記をこうやってなんか前に出さない理由はなんかわからない。メインダンサーの役割ってメンバーのダンスを教える人かみたいな、だからそれだけかみたいな感じですよね。ちょっと腹立つみたいな感じですよね。だから本人はステージの上で全然目立ったないし、実力と見た目も全部成長してる2期だし、海外で人気メンバーなのに本当に残念すぎる、ミュービーも嫌やし2期のチケムだけ見ようとっていう感じで書いてるんですよ。でも私がコメントを本当に読んでみたら、韓国語のコメントだけじゃなくて本当に海外のファンのコメントでもこれとあんまり変わらない、これ2期さんに対してのちょっといろいろ2期さんのパートとか扱いに対してのいろんな意見があったんですよ、英語のコメントでも。次のコメントで、チケムを見たらもっとムカつく、なんかメインダンサー、非公式メインダンサーなのに後ろでなんか見えない、あんまり見えないってありえるみたいな、そしてチケムでも見えないし、はぁ、本当にムカつく。その中で2期のダンスが上手すぎるからそれがまたムカつくってことですよ。だからこんな上手い子を、上手いなんかメンバーをこうやって見えないところにこうポジションさせて、だからそういう状況もムカつくし、その中で2期が上手いのがなんかちょっとなんか残念な気持ちが強くて、それもまたムカつくっていうコメントですよね。はい、皆さん、私が用意したのはなんかコメントはここまでですけど、本当に英語のコメントでも韓国語のコメントでも日本語のコメントでも本当に同じく言ってるってことは、これはもう事実ってことですよね。そして私個人的な感想でも、ディキさんのこの事件を見て感じたのは、あんまり見えない、だからフルバージョンなんかステージの動画でよく見えるはずがないし、ちょっとこういうパフォーマンスが重要な曲の中でもニキさんをなんで活用しないのかはやっぱり謎ですよね。そしてちょっと日本人メンバーがちょっと端っこになったりする、そういうの結構多いんじゃないですか、 K-POP って。それって本当に直さないと絶対 K-POP は長くこの人気を続けられないと思いますよ。日本のファンも我慢してくれるのも、もうある程度それが限界があると思いますので、はい、ちょっと本当に事務所がこのファンの声をちゃんと今聞かないと、 K-POP は正直に言うと今このバブル時代でこのまま崩れる可能性十分あると思いますので、本当にちゃんとしてほしいですよね。個人的に私はこのコメントに 100% 同意しますので、はい、とにかくニキさんはめちゃかっこよかったですよ。もうダンスめちゃかっこいいし、もうビジュアルもすごいし、もっと好きになりました。はい、とにかく私が用意したのはここです。ってことでしょう。